何してるんだこんな時間に。あ、タクトさん、レッスンが一区切りついたのでそろそろ休もうかと思ってたところです。そっか、こっちも仕事が片付いて寝るところだ。そうでしたか、お疲れ様です。そっちもな。それじゃあまた明日。あ、待ってください、いい機会ですし、ありがとうございました。え、何がだ？前々から思っていたんですけど、一度きちんとお礼を言っておくべきかと。いや、だから、何のお礼だ？あの、地下に閉じ込められた時のことです。あの時、声をかけてもらわなければ、今頃私は。ああ、あの時の、は？どうしたんですか？そんな間の抜けた声を出して。だってお前、今更か？何か問題でも？問題とかじゃなくて、だいぶ前のことだろう。それはそうですが、なかなか言う機会がありませんでしたし。いや、いくらでもあっただろう。まさか、お礼を言ってここまで文句を言われるとは思っていませんでした。ああ、違うぞ。別に文句をつけてるわけじゃ。不愉快な思いをさせて申し訳ありませんでした。失礼します。あ、待てって、おい。やっぱり、あいつもどこかずれてるよな。タクト君、何ですか？そんなに身構えなくてもいいわよ。いえ、いつになく真剣な顔だったんで。ええ、そろそろもう一度釘を刺しておこうかと思って。釘？はだいぶみんなと打ち解けたというか、親密になったみたいじゃない？そうですか？それ自体は決してマネージャーとして悪いことではないんだけど、つまり回りくどいんでスパッと言ってください。スパッと、そうね。要するに何が言いたいかというと、カメラの前で絶対にイチャついたりしてはダメよ。は？いえ、カメラがないところでもね。プライベートでも決して一線を越えないこと、きつく言っておくわ。誰が誰とイチャついたり一線を越えたりするんですか？タクト君とあの子たちの誰かとがよ。ありえません。本当に言い切れる？最近の様子を見ているとそうなっても不思議じゃないって感じるんだけど。ったく、若いのに嫉妬してんじゃないわよ、みっともない。誰が嫉妬してるですって？厄介なのが増えたな。気にしなくていいわよ。こいつ仕事一辺倒で自分がそういうのと縁がなかったから妬んでるだけだし。誰の面倒を見てたおかげでそうなったと思っているのかしらね。別に私が頼んだわけじゃないし。だって同じでしょ。40近くになって男と付き合ったこともないなんて。私は歌巫子だったししょうがないでしょ。つか、
具体的な数字を言うな。それに私はあなたとは違いますから。仕事のせいで長続きしなかっただけで何人の男性と付き合ったことか。あ、何それ、初耳なんだけど。そりゃもうね、両手の指では数えきれないくらいの相手と出会いと別れを繰り返して。嘘でしょ、話持ってんでしょ、嘘って言いなさいよ。ああ、そうね、現役中は気を使って言わなかったけど今なら教えてあげてもいいかもね。俺も関係ないよな、たく。俺とあいつらの誰かがないな。うん、なっちゃうよね。なんだよいきなり。いきなりじゃないよ、前から思ってたし。言ったのはいきなりだろう。それにそんなこともないし。そんなことあるよ、京香ちゃんとは一番に仲良しになってたし、アリアちゃんだってタクト君とはよく喋るし。ネネとカナデコは？ネネちゃんは他の男の人は苦手だって言ってたし、カナデコちゃんはほらあんな感じだし。無理やりじゃないか。無理やりでもなんでも、とにかくそんなことあるの。仮にそうだとして何か問題あるのか？問題？別にないかな。ならどうでもいいじゃないか。そこはどうでもよくないっていうか。お前、少しは考えてから喋った方がいいぞ。だからなんでだよ。わかんないよ、もういい。わかんないのは俺の方だ。考えは分かっているわ。でもだからといって歌巫女としての責務を放棄するのは見過ごせないの。私がいつ放棄したというんですか。歌巫女の力の源は町の人からの支持よ。それを得るための努力をしないということはそういうことでしょ。ですからそれは
他の皆さんにお任せしようと。結果、他の子たちの力だけが増すことになるわね。それは…ですが…今回はあなたのためだけに言ってるのではないの。あなたたち全員の力の底上げのため、ひいては町の人のためなのよ。町の人のため、それが歌巫女として必要なことであるなら。そう、あなたなら分かってくれると思っていたわ。今回だけです。今回きりですから。ああ、なんかまずいところに出くわした気がする。あら、ちょうどいいところに。あなたにも協力してもらおうかしら。タクトさんにですか？それはちょっと。そうと決まれば、実は準備はすでに整っているの。早速始めましょう。さ、早く。待ってください、しおりさん。やっぱり、いやおうなしに巻き込まれるんだよな。ダメよ、表情が硬いわ。もっと笑って。笑う…こうですか？そう、それ、いただきよ。う、恥ずかしい。いいわ、これいいわ。あ、光の当て方おかしいわよ。もっとこう、上に。こうですか？そう、ますます恥じらいの表情が映えて。強化、視線こっちに。何やらされてるんだ、俺は。すみません、しおりさんがご迷惑を。まあ、お前の方が数倍大変そうだけどな。やはり、おかしいですか？おかしいというか、その格好はな。じろじろ見ないでください。私の趣味ではありませんから。しおりさんが用意したものですから。あ、怒った表情も素敵。たまらないわ。町の愚民どもに見せるのはもったいない。愚民って言ったぞ、あの人。かなり興奮してるみたいですね。こんなしおりさん初めてです。で、これ町中に配るのか？ご愁傷様。やっぱりやめましょう。やめてください、しおりさん。お願いですから。そうそう、タクト君、伝えておきたいことが。あら、他のみんなもいるのね。ええ、まあ、なかなか仕事に行こうとしなくて。そんなことないよ。サボってたわけじゃないし。ねえ、オトハ。うんうん、全然サボってない。ね、アリアちゃん。ぐにゃー。もう、いい加減起きてください。
にサボってなくて。ま、別にいいんだけど、せっかくだからみんなに伝えておきましょうか。オメガクインテットってことに決まったから。は？した反応ね。もう少し喜んでもらえるかと思っていたのに。いえ、その何のお話でしょうか。いきなりなんとかかんとかどうって言われても。かなちゃん、もうちょっと覚えようよ。あなたたちのユニット名よ。いつまでも5人の歌巫女ってわけにもいかないでしょ。ユニット名、え、私たちの。私、なんとかかんとかどうなの。オメガクインテットよ、ちゃんと覚えてね。オメガクインテット。嫌いじゃないかも。クインテット5人組、私も。当たり前だろ。ユニット名ですか。さほど必要なものとも思えませんが。そんなことないわよ。町の人にも覚えてもらいやすいでしょうし、桃香やしおりとも案を出し合って決めたのよ。しおりさんも。でしたら、まあ。納得してもらえて嬉しいわ。本当ならコンサートと同時に発表したかったんだけど。ああ、確かにその方が覚えてもらいやすかったかも。なんでそうしなかったの？ユニット名しか覚えてもらえないとなると逆に困るでしょ。約2名ほど。うぐ。あなたが原因。アリアちゃんもだよ。ま、とにかく今日からあなたたちはオメガクインテット。檻を見てプッシュしていくから、そういう心づもりで言ってちょうだい。はーい。出た。だからでかい声出すなよ。だったら返事してよ。いや、前に似たようなことがあったと思って。そうだっけ？ってことは。ってことは最近遊びに行ってなかったってことだね。よし、行こう。今すぐ行こう。ダメだ。どこ行こっか。思いっきり走り回れるとこがいいな。あ、美味しいもの食べるのもありかも。それとそれと。ダメだって言ってるだろ。人の話を聞け。え、ダメって遊びに行くのダメってこと？だからそう言ってる。
歩美さんに言われたこと忘れたのか。今のお前らが街中に出たりしたら大騒ぎになるだろう。いいじゃん、大騒ぎになったって。いいわけないだろう。なんで？一から説明させる気か。あ、そうだ、町の人に見つかんなきゃ大騒ぎにならないよね。まあそうだろうけど。だったらさ、町の人に見えないくらい素早く動き回ればいいんだよ。シュバババババーって。ああ、うんうん、いいアイデア。じゃそれで決まりってことで。物理的に不可能なことを言うな。私ならできるよ、多分。はあ、とにかくダメなものはダメだ。おとなしくしてろ。そんな。ったく、こっちはこっちで忙しいってのに。うう、暇だよ。遊びたいよ、つまんないよ。子供みたいな顔するな、でかい図体して。うー、中で何かするか。え、どうせ他のやつらも暇なんだろう。声かけてこいよ。事務所から出なければな。やったー、じゃ、みんな呼んでくるね。ああ、ただしあんまり騒がしくしたり暴れ回ったりするのはなしだからな。わかってるって。おーい、みんな。本当にわかってるんだろうな。なんだ。どうしてタクトさん剣を使ってるのかなって思って。どうしてって、一番使いやすそうだったしな。武器自体使ったことなんて全くないし。だったら銃に興味はありませんか。あ、なんだ急に。まで大変ですけど、すごくいいですよ。遠くからだから安全だし、誰が撃っても威力は同じだし、それにかっこいいし。あのな、初心者でも使いやすいのが多いんですよ。オートマとかセミオートマとか、ジャミングの危険性もほとんどありませんし。いや、ちょっと待って。ボルトアクションがしたいとか、男の人だと様になりますもんね。でも最初は敷居が高いですし。お前は何を言ってるんだ。そうだ、バズーカとかランチャーとかどうでしょう。それなら男らしさもアピールできますし、火力だって抜群だし。それに。ああ、落ち着け、頼むからな。ごめんなさい、また私ってば、つい興奮しちゃって。ああ、興奮してたのはよくわかった。でも、重機の良さも少しは分かってもらえましたよね。そうだな、考えてみてもいいかもな。なんでしたら私がお似合いのお見繕って。
いやいやいや、しばらくじっくり考えさせてくれ。使うにしてもどうせなら自分でちゃんと選びたいし。あ、そうですよね。自分に合ったものを選ぶときが一番楽しいのに、私ったら。そういうことでこの話はこれで終わりな。はい、あのお気に入りのを見つけたら教えてくださいね。打ち方とかメンテの仕方とか私が教えてあげますから。楽しみ。俺が銃を持ったらずっとあんな調子になるんだろうな。今のどうだったでしょうか。あの、できれば感想をいただきたいのですが。もしかして私に聞いてる？はい、ぜひ。どうして私に？アリアさんはやはり先輩に当たりますし、それに他の方々は。ねえねえ、私たちも一応先輩じゃないのかな。そうかもだけど、私たちより京花ちゃんの方が全然上だし。私は後輩なのかな。もちろん京花ちゃんよりダメダメだし。そもそも俺は歌のこととかわからないしな。ご覧のありさまですから。それでどうでしょう。正直なところ、私もよくわからないとか言うなよ。絶対にへそを曲げるぞ。何をこそこそ話してるんです。いや、大したことじゃない。ノーコメント。おい、それは語るに値しないということですか。私に語る資格はないわ。今の私には歌のことはわからないから。そんなことないよ、アリアちゃんものすごく上手なのに。私らの中で一番だよね。そんなこと言ったら京花ちゃんが。重々承知です。だからこそご意見をいただきたかったのですけど。ごめんなさい、私には自分が歌えているかすらわからないから。そうですか。すみません、今日は先に上がります。あ、おい。ほら、やっぱり怒っちゃった。怒ったっていうより悔しいって顔してたかも。負けず嫌いだからな。空気を悪くしてしまったかしら。何してるんだ。おはようって時間でもないけどな。いつも以上にボケた顔してたぞ。そんな顔してないよ。
すごくキリッとしてるよ。キリッて。鏡見てきた方がいいぞ。もういつもそうやって。で、本当にそんなボケーっとしてた？まあ半分冗談だ。どうかしたのか？半分は本当なんだ。私歌巫女になったんだなーって。今さらか。今さらだけど今さらじゃないよ。ほら、なんかずっとバタバタしてたでしょ、私が歌巫女になってから。でも最近やっと普通に歌巫女として活動できるようになってきて、もちろん私一人じゃなくてみんなが一緒だからかなって思うんだけど。まあ確かにごちゃごちゃしてたよな。俺なんか完全に巻き込まれただけだし。でも私は嬉しいよ。タクト君いなかったら今頃どうなってたかわかんないし。何かの役に立った記憶はないけどな。みんなもきっと感謝してるよ。うんうん、きっとじゃなくて絶対。まあ俺のことはいいんだけどさ、続きは？うん、とにかく歌巫女にはなれたけど、歌巫女になったからおしまいじゃないんだよね。これからずーっとずーっと歌巫女として頑張り続けなきゃいけないんだなーって。ずーっとか。下手したら20年以上。さすがに桃香ちゃんと同じだけは無理だと思う。もちろんできるだけ続けたいけど、そのうち私が桃香ちゃんに憧れたみたいに、誰かが私に憧れて歌巫女を目指してくれたりして。さすがに私に憧れる子はいないかもだけど、でもそれくらい頑張りたいし頑張らなきゃなーって。何言ってるかよくわかんなくなってきちゃった。まあなんとなくは伝わった。それと今珍しくキリッとした顔してたぞ。あ、もしかしてまた冗談？さあ、どうだろうな。え、わ、そこまで驚かれるのは心外ね。あ、すみません、今日は飲んでないんですね。その件についてきちんと話をしておこうと思って。先日はその少々みっともないところを見せたわね。できれば他言無用でお願いするわ。特に誰かに話すつもりはありませんけど。そう、それを聞いて安心したわ。それじゃ。それだけですか？他に何が必要というの？そう言われると。ああ、ついでに一つ聞いてもいいですか？質問の内容によるわね。なんであいつにああいうことを吹き込んだんですか？他の連中がまるでダメみたいな。
間違ったことは教えてないわよ。多少大げさだったかもしれないけど。それはまあ、私はただあの子に最高の歌巫女になってほしいだけ。それだけの才能を持っているのだし。本人は望んでないですよね。それでもよ、結果あの子に憎まれることになってもね。嫌われて大泣きしてたのに。泣いてないわ。いや、思いっきり泣いてないわ。泣くほどではないにしても、嫌われるのは嫌なんですよね。だったらあなたはあの子のマネージャーでもあるのよね。え、まあそうだと思いますけど。なら知っておいてもらった方がいいかしら。あの子はね、真面目なのよ、ものすごく。それは知ってますけど。真面目すぎて町の人さえ守られれば自分の人気なんかはどうでもいいと思っているのよ。困ったことに。それ困ることなんですか？歌巫女として長く活動するためには人々の支持が不可欠なのよ。だから私はあの子をああいう形にプロデュースしたの。圧倒的な能力を持つクールビューティーな歌巫女としてね。その役柄を引き立てるには踏み台だって必要でしょ。あいつらは踏み台ですか。あら、気を悪くした？意外と仲間思いなのね。別にそんなんじゃ。もちろん桃花に一泡吹かせてやりたかったっていうのも否定はしないけどね。そういう理由ならこっちと一緒に活動するのは都合悪くないですか？仕方ないでしょ。これ以上あの子の機嫌を損ねたくはないし。やっぱり一番はそこなのか。まあ一概に悪い傾向とも言えないわ。あの子にも誰かに褒めてもらいたいっていう欲望が芽生えてきたみたいだし。え、よく聞こえなかったんですけど。なんでもないわ。そうそう、大事なことを忘れるところだった。いくらマネージャーとして近くにいるからってあの子に手を出したら殺すわよ。また穏やかじゃないですね。私に思いつく限り最大限残忍で激痛を伴う方法で手を下すから、よく覚えておいてね。顔は笑ってたけど本気の目だったよな。逃がさないよ。ティオン、ティオン、あの、なんだか怯えてるみたいだけど。前は逃げられちゃったけど、今日こそはギュッとしちゃうよ。モフモフしちゃうよ。私は、私も、私はあんまり触りたくないかな。
そんなに可愛くもないし。ティオー、ティオー。あ、また逃げる。そうはいかないよ。みんなで囲んじゃおう。ネネはそっち。私も。ティオー。さあ、これで逃げられないよ。ティオー。なんかちょっとかわいそうな気が。仕方ないよ。モフモフするためには多少の犠牲は必要なんだよ。誰から抱っこする？私からでいいよね。よし。あ、抜け駆けはずるいよ。ひひ、早い者勝ちだよ。それじゃ。ん？どうしたの？なんかいざ触ろうとするとこうモヤモヤして。相変わらず何言ってるか全然わからないよ。かなでこちゃんがやらないなら私がと。お？ひよ？なんか近づけば近づくほどモヤモヤ。あ、乙葉もなんだ。そうでしょ、不思議でしょ。どうしよう、二人が意味のわからないこと言ってる。わかるって。ネネも近づいてみなよ。うんうん、ほらほら。だから私はいいってば。そうだよ、かわいそうでしょ。だって大勢で取り囲んで心ない罵詈雑言を浴びせている図だわ。そんなひどいことしてないよ。いじめようとしてたわけじゃ。ちゅう、ちゅう。大変な目にあったわね。私もごめんなさい。気にしなくていいわ。むしろ正常な反応かもしれない。正常って、アリアちゃんもその子のこと。で、この上なく気色悪いと思っているわ。そうなの？そっちから近づかなければ害はないと思うから、多めに見てあげて。それじゃ。あ、行っちゃった。気色悪いならどうして飼ってるのかな。うん、それによく触れるよね。私無理だったのに。
うした？全員集まって。呼び出されたんです。乙葉さんが確認したいことがあるって。確認？早くしてほしいわ。眠い。それでそれで？何なの何なの？うん、あのね、みんな素直に答えてほしいんだけど、私のことはダメな子だって思ってない？うん。はい。だな。うん。思ってるよ。続投？え、そうなの？もっと迷ったりとか気を使ったりとかないの？え、でも。素直に答えてって言ったのお前だろ。そうだけど、ちょっとくらいは、ね。それじゃあもう一回聞くよ。みんな私のことダメな子だって思ってない？ああ。何がしたいんだお前は。うう、自分でもうすうす気がついたから確認しておこうかなって。ひょっとして私、みんなに迷惑かけちゃってるかな？そんなこと全然ないよ。私たちもお仕事そんなにできてる方じゃないし。客観的な事実として今の乙葉さんの実力は一段劣っています。ですが、それを補おうと努力されていることは認めます。どうかちゃん。ですが、その人間性といいますか、頭の中身は少々。お前にしては言いづらそうだな。ことと悪いことがありますし。よかったね、京香ちゃんに気を使ってもらってるよ。嬉しくない、全然嬉しくないよ。要するに頭が悪いってこと？はっきり言われた。しかもかなでこちゃんに。こう言っちゃなんだが、相談する相手を間違えてると思うぞ。でも他に聞ける人なんて。ねえ、アリアちゃんは？アリアちゃんはどう思ってる？そんな嫌そうに言わなくても。あら、そんなつもりはなかったのだけど。そうね、あなたがいると場が明るくなるわ。それはかけがえのない長所。あ、アリアちゃん、私のことそんな風に思って。おお、アリアがいいこと言った。確かにそれはあるかも。そうですね、場合によっては煩わしいことも多いですが。ありがとう、アリアちゃん、ありがとう。お礼を言われるほどのことでは。なあお前さ、適当に綺麗なこと言って終わらせようとか思ってないか？だって眠いもの。
これ以上茶番に付き合ってられないわ。なになに？ああ、なんでもない。こっちの話だ。ま、わざわざ蒸し返す必要もないか。あながち事実と反することを言ったわけでもないのよ。